はい、こんにちは。えー、今回は、うちに帰ったら、ポストに家賃の請求書がね入ってたので、そちらを紹介していこうと思います。でえー、僕が住んでるのは今、ワンルームの築35年だったかな。35年の、えー、ボロアパートに住んでおります。 でまずは家賃なんですけども家賃が3万2000円ですねで管理費が2000円次に電気料と水道料なんですけども、えー、こちらは、まあ、まとめて家賃と一緒に引き落としされる仕組みになってます電気料が2983円水道料が3262円ですね 次に、緊急サポート24、えー。こちらは、例えば、鍵が開かなくなったとか、まあ、そういった何かしらのトラブルがあったときに、まあ、電話して駆けつけてもらえるサービスですね。こちらが毎月1100円引かれます。次に、チャブ損害保険料。こちらは、まあ、簡単に言えば火災保険みたいな感じですね。 こちらが800円毎月引かれますで合計で42,145円の、えー、請求に今月はなりましたうーんまあ安い方なのかな皆さんは家賃どんぐらいのとこに住んでるんでしょうかもしよかったらコメントの方してもらえると嬉しいです今日はそんなとこですかね それではご視聴いただきありがとうございました。